ちは。私は今日は上山高原にやってきました。平野部はよく晴れていたんですが、山まで来ますと曇っております。上山高原のいつもの広場まで行ってみたんですが、今日はかなり行楽の人たちが来ておられました。少し下ってきまして、この林道の脇のところに小さいスペースがありますので、ここにシェルターを設営してみました。こういう感じです。こちら側ですね、こちら側の方を向いて座ってしまいますと、向こうの方から車で降りてくる方と目が合ってしまうんですね。どうも具合が悪いんで、タープを増設してみました。今日はこれから昼ご飯を食べます。この場所は春にキャンプした場所ですね。山焼きでテントが焼かれそうになった、まさにその同じ場所であります。ススキがこんなにたくさん伸びていまして、山焼きの跡は全く分かりません。はい、今日のお昼ご飯は弁当です。いただきます。では上山高原に乾杯。シェルターから少し出て上山を眺めながら弁当を食べます。ただいまの時刻1時42分、気温28度あります。結構あったかいです。まだ雲は多いですが晴れ間が出てきました。少し散策をしてこようと思います。上山に登ってきます。上山のてっぺん近くまで登ってきました。シェルターがオレンジ色でとてもよく目立ちますね。まあ緊急時に使うシートですからね、目立つのは仕方がありませんね。上山三角点に到着しました。ここにも七かまどの実が色づいています。この展望台、壊れそうで壊れませんね。何年もこうやって持っています。これから上山を降りて広場の方に出てみます。いや、この上山の頂上一帯、鹿の尿の匂いでしょうか。すごいですね。すごく匂っています。歩いている間にきれいに晴れましたね。上山高原のいつもの広場なんですが、キャンプしてる人が2組ありますね。1組はソロキャンプみたいですね。勝負池までやってきました。水濁ってますね。水の量あまり多くないですね。ただいま帰ってきました。帰り着く前からにわかに空がかき曇ってきました。雨がちょっと心配です。風も出てきましたね。4時8分になりました。上山にも雲がかかるようになってきました。シェルターのすぐ間近で寒暖がよく鳴いているんです。さあ、そろそろ夕食の準備にかかりましょうか。あ、はい、じゃあご飯を炊きながら夕食を始めます。それでは今日は、私の好物、はい、
シャウエッセンの登場です。今晩はジャコビニ流星群というのが流れる日だそうでして、よく晴れてくれて流れ星も見えると素晴らしいですね。玉ねぎとピーマンを投入します。もう一つ今日はですね、舞茸を持ってきてみました。はい、すっかり晴れてきました。ビデオカメラを回してみましたら、通りがかりの車の方が降りてきて、荻野線に登る登山口を訪ねて行かれました。カメラが回ってたんでびっくりさせちゃいましたね。はい、ここは本当林道のすぐそばなので、みんながすごく見ていかれますね。ちょっと恥ずかしい感じですね。今までそんなに感じたことなかったんですけど、今日はなぜかすごく視線を感じる日です。さあ、それでは乾杯をしましょう。ジャコビニ流星群が見られますように。上山高原に乾杯。私はこの場所では何度もキャンプしたことがありまして、時々話しかけられることもこれまでもありました。自転車でここを通る人からも話しかけられたことがありますね。楽しそうですねとか、自分はこんなんやってるとかいう話で結構盛り上がったりすることがありました。ビデオカメラを回してますと、それを見た途端に皆さんびっくりして話をするのをやめてしまわれますんで、ちょっと寂しい感じもする時はあります。まあ、話をするのは特に嫌いじゃないんで、話しかけていただいて大丈夫なんですけど、びっくりされるみたいですね。今も鹿が鳴きましたけど、どういうわけか3回続けて鳴くんですね。不思議ですね。今火が消えましたのでご飯が炊けたようですが、しばらく蒸らしておきます。ご飯の前に結構お腹は膨れちゃいましたね。また例によっておにぎりにして残しておこうかと思います。今日はですね、またこんなんも持ってきちゃったんです。全部食べきれないと思います。半分だけ食べて、半分は持って帰ります。また空模様が悪くなりましたね。さっきあれほど晴れてたのに、また曇ってしまいました。ランタンの明かりが暗くなってきてしまってましたので、今、電池を変えました。はい、明るくなりましたね。じゃあフライパンをちょっときれいに拭いて、一旦水につけておきましょう。きれいにして持って帰らないと妻に叱られます。キャンプに行く準備や後片付けは全部自分でしなさいということでしつけをされておりますので、きれいにして持って帰ります。ランタンが明るくなったら急に虫が飛んでくるようになりましたね。今日は比較的暖かいんで、どうも虫が来るみたいです。はい、じゃあ今日はこれをいただいてみます。京都国立博物館で10月の3日火曜日、11月の26日まで、
国宝が200点以上集まっていられる。虫が来だしたので蚊取り線香をつけておきましょう。はい、それではいただきます。いただきます。羽蟻が次々来ますので緊張炉で退治しながら食事をしています。意外に虫が来ましたね。だいぶ減りましたが、まだ何匹かいますね。まさかビールの中に虫が入ってないでしょうね。今ちょっと確かめましたが大丈夫のようですので続けて飲みます。はい、ごちそうさまでした。では後片付けをしておきましょう。はい、焚き火を始めてみました。現在の時刻は6時58分。真っ暗になってるんですが空は曇り空ですね。残念ながら さて、いつもならここで日本酒が出てくるんですが忘れてきました。残念、もうお酒はありません。現在も空曇っています。そろそろ焚き火を切り上げて寝るしかないですね。それではおやすみなさい。歯磨きをしようとしましたところ月が出てきました。突然晴れて月が見え出しました。おはようございます。太陽が昇ってきました。天気はこのように快晴です。雲一つありません。今鹿が鳴きましたね。昨夜もよく鳴いていました。それではいつも同じですがいただきます。朝はすぐそばで工事が始まってしまいました。ちょっと落ち着きませんのでもうこれで撤収したいと思います。夜になってからよく晴れてまずまず良いキャンプではなかったかなと思います。ご視聴いただきどうもありがとうございました。それではさようなら。ちょうど鹿も挨拶してくれましたね。